ふるさとと会う夜は、ストーリー、市倉浩、出演、坂東匠。仕事の終わりかけた夕方、ふるさとさんがお見えです、と受付から連絡が入った。しばらく顔見せないからさ、東京に出たついでに寄ってみたんさ。どう？忙しそうだね。やっぱ迷惑だったかい？誰だってびっくりするだろう。約束もなく突然自分のふるさとが会社のロビーに立っているとしたら、確かに見覚えのある人懐こい笑顔で、ちょっと場違いなポロシャツとチノパンかなんかで、ふるさとって言うからそういう名前の誰かかと思った、と戸惑いつつ、僕は久しぶりのふるさとに会った。忘れてんじゃないかと思ったけど、よかったよ、とふるさとは顔をくしゃくしゃにした。これお土産。差し出したのは紛れもなくふるさとの土産だ。僕はオフィス近くのダイニングバーにふるさとを誘った。さすが東京の店はおしゃれだ、とふるさとは喜んだ。いつもこういう店で飲むんかい、とふるさとの言葉で聞いた。今時はどこの店もこんな感じだよ、と僕は答える。軟骨つくねやイベリコ豚や海ぶどうをつまみに、やっぱり東京は違うよ、とふるさとは言う。それからあんまり立派な会社なもんで驚いた、とふるさとは真剣な顔。あんな大企業の課長なんてえれえ出世だ。100人もいる課長のうちの一人に過ぎないよ。100人も課長がいる、とそこでも驚く。ふるさとの声はでかい。こうして懐かしいふるさとと一緒にいて、僕はその日向ぼっこのような時間を楽しみながらも、どこかで周囲のことを気にして気恥ずかしさを感じていたのだ。ごめんよふるさとよ。僕は君が恥ずかしいのではなく、自分自身を恥ずかしいと思う。かつての僕自身であった君を恥じる自分が恥ずかしいけれど、ふるさとよ、もしかしたらそれがいつの間にか僕の中に住み着いた東京かもしれない。東京の一番いやらしいところかもしれない。たまには帰ってこいよ、とふるさとは言った。うん、今度はこっちから会いに行くよ、と僕は答えた。やっぱりいいな東京は、とふるさとがつぶやく。でもないさ、という僕の言葉をどう思っただろうか、ふるさとは。